にちは、まいチャンネルのまいちゃんと首振ってるここちゃんとママです。今回はそれ開けてくれないが怒ってる。はい、クッピーラムネ開ける。割れた。開けてくれたネーミー。あ、ネーミー食べた。おいしい。貴重なラスト1個ですよ。こぼした。今回は日本から届いた荷物を開けたいと思います。イエーイ、やったー。テンション低い。でも本当に嬉しいよ。今回は、ママが買ったものもあるんだけど、ジージとバーバたちから届いたものもあります。嬉しいね。何が入ってるかお楽しみ。ここちゃん美味しい？今回はね、14キロ。おお、じゃじゃーん。おっきいね。ちょっと開けていく。開けちゃう。開けちゃうの？待ちきれないな。で立たないといけない。バカ。バカ。どう。可愛い。見て、ミッキーちゃん。これ何？ペットボトルにストローをつけれる。どう？やつですね。すごい。これはオーストラリアには売ってないんで。売ってない。はい、買いました。はい、これココちゃんの。はい、これは。可愛い？これは。うん、それココちゃんのよ。まず出してみようか。はい。これなんだろう。これ。ポーズとかがあるから、今回は重かったかな。本。お絵かきの本。とりあえず開けましょう。かわいい。マスクだね。はい。ココちゃんどん兵衛持ってる。ちょっと待って、これね、日本でね、忘れちゃったやつさ、持ってきたんだ、これ。え、そうなの？それ、チーズとバーバが入れてくれたの。そうそう、忘れたの、それ。ココちゃん。かわいい。かわいいの、これ、どん兵衛かわいいんだって。おお。はい、こんな感じです。じゃあまずはママが買ったものを紹介します。歯磨き系。これ何？それはね、歯磨きじゃないんですね。歯磨き屋さんって書いてるね。うん、これね、キシリトールのラムネ。あーね。やばい。そう、シュガーフリーのラムネ。で、これは普通の歯の。それはね、もうココちゃんとマリちゃんが毎日毎晩食べるやつね。いやいや、歯磨きのご褒美に。これはまゆちゃんとココちゃん両方で、このハキラはココちゃんだけ。うん、ねえな、これが好き。味が好きなんだよね。うん、なんかヨーグルトみたいな、あの、美味しいんだけどね。これね、なんか噛むとね、なんかどんどんなんか歯磨き粉食べてる感じみたいな、なんかパウダーになる。これは好きだ。そうなんだ。これはね、ラムネっぽくないの。ラムネなの。なんか訴えてますよ。あ、嘘泣きしだした。これは何ですか？島村のマイゼンシスターズのやつ。わかりやすい。やつ。そう、この間ね、島村で期間限定販売されてたマイゼンシスターズのグッズを初めて買ったんだよね。そうだよ。まあまあ大変だったよ、これ買うの。もうね、アクセスが殺到してね、全然見れなくて、買い物かごに入れられたと思ったら、お会計までにもうなんか売り切れですとか言われて、もう半分ぐらいがもう途中で売り切れになって、結局買えなかったの。もうすっごい悔しい。もうすごい悔しい。はい、ということで、まいちゃんがもうすっごく楽しみにしてた。
やったー。これはキーホルダーみたいなやつとシール。結構大きいね。うん。まんじゅうみたい。まんじゅう。面白いな。キャリーちゃんがなんか普通の猫。めちゃぷくちゃぷにぷにやろ。本当。かわいいね、ここちゃん。めちゃくちゃぷにぷにほら、なんかまんじゅうみたい。まんじゅう。グリーンピース。あの、マジスタって書いてあるからわかるけれども。普通の猫？知らない人が見たらわかんない。猫だね。キャリーちゃんかわいい。これかわいいね。これ帽子めちゃくちゃいいです。めっちゃかわいいね。かわいい。バナナくんついてる。こうちゃん。いやーって、いやーって、嫌なの。全力で嫌がってる。はい、これはパーカー。これはパーカー。もうそろそろパーカーいらなくなるもんね。あったかいから。どうだ、これちょっと薄いから。薄いし、中そんなふわふわ。あ、ほんと。かわいいね、ココちゃん。あとこれはタオル。タオル。これなんだ。うさぎさん。うさぎと猫。ではない。にゃん。そうそうち、猫。猫。そらそうでしょ。うさぎと猫でしょ、ココちゃんにとったら。これはこれはなんだろう。チャームだったっけ。ちっさい。あの、マスクにつけるチャーム。あ、めっちゃいいじゃん。え、めっちゃいいじゃん、それ。そうなの。なんか小さいなと思ってた。そうなんだ。これは日本から、日本忘れてたもの。何？猫団子。猫団子と。なんかペンとかマスキングテープ。すごいバーバー。手紙はいとこが。かわいい。書いたんだって。あ、ちゃんと書いてる。ナナちゃんが書いてくれたの。かわいい。ちゃんとね、パーツが書いてありますね。ナナちゃんはね、マイちゃんとココちゃんのいとこですね。うん。これ何？あー、それはまいちゃん、嬉しいと思うよ。携帯？いや、めっちゃ、そんなわけないじゃん。でも、まいちゃんがすごく使えるものです。あー、メキシコ。これはペンだ。そう。ペンシル。iPad だね。え、めちゃいいじゃん、これは。これ、これはこれめちゃくちゃいいでしょ。マスクはね、めちゃ嬉しい。でも、くそ。かわいい。かわいいね、それ。かわいい。あ、文房具。文房具。文房具。白のやつが友達の誕生日。で、これが私のやつですね。なぜか自分のも買ったんだよね。なんか欲しかったんだもん。はい、充電12%。あ、かわいい。持って、こんな携帯で、ここにも入れれるから、うん、ここには色鉛筆入れて、こっちには普通に使うやつ。そうなんだ。携帯の消しゴム、携帯のキャップ、キャップはめちゃくちゃ欲しかった、ずっと。これはね、鉛筆のシャーペン。これは多分消しゴムだと思う。これは普通のペンツを。うん、はい、これミニノート。ミニノートは、うん、こういうのが入ってる。へー、ココちゃん、ほら、わー、星だ。どう？あ、すごい。わー、なになに、なんかすっきり。すっきり。おいしいですか、ココちゃん。ん？おいしい？うん、パウダーみたいにならない。あー、そうなんだ、うん、ちょっと大きいかな、ここなんかすごいスースース。あ、そうなんだ。めっちゃスースース、ミントみたいな。そうなんだ、大丈夫かな、もうなんかフルーツ味みたいな味。なんかそこでちっちゃくなってる。はぁ、ちってる。はい、あとはこの本ですね。本、なんか色の塗り方と、あー、すごーい、うん、わー、これ全部カラーで、もちろんカラーだよね。わー、すごいなー。これはクリップスタジオで描く方法の、うん、色を塗る方法の
すごいなぁ。まいちゃん今アイビスだから、うん、これでクリップスタジオも使えるようになるといいね。うん、これは紙の書き方、紙の書き方、なんかまいちゃんが紙がうまく書けないって言ってたから探したんだよね。まいちゃんのおばさんが、おばちゃん、おばちゃんが買ってきてくれたお菓子です。はい、これ、あ、そうだ、これね、あのね、そう、それもね、買ってくれたの、買いに行ってくれたの。そうだよ、バナナくん。まいちゃん、それスクールバッグにできないの？スクールバッグにはできない。リュックじゃないとダメなの？あ、プールの。あー、いいじゃん。プールのやつに、ターム3、あ、ターム4でプール始まるから、うん、めっちゃ嫌だ。いいねープールバッグ。ねるねる、あ、大好きなねるねるねる。あ、グミ、こちゃん、アンパンマンのグミだよ。あ、食べる、こちゃん。あとスイカのグミ、スイカのグミ、避けるグミ、アメロンパンナ、うわー、メフィー、あー、そんなの買ってくれたんだ。かわいい、なになんか、あ、ズボン、あかわいい。あとこれはなんか鬼滅の刃のバカウケ、なんか後ろになんかついてる。へー、あとドキンちゃんとソーダのねるねるねるね。あ、メッフィーと、あー、それも買ってくれたんだ。なんかミッキーのなんかがついてる。ほんと、え、なに、お手紙。あ、待って待って、あの、いとこのお姉ちゃんから。ありがとうございます、ありがとうございます。ベリースターラーメンと、あ、じゃがりこ、じゃがりこ、じゃがりこ、めちゃくちゃいっぱい。ソーダねるねと、なんかグミを作るのやつ。うわー、最高だね。懐かしいかき氷と、これ何、なんかベビースターラーメン。どでかいって感じ。はい、じゃあこうちゃんがグミが食べたいので、こうちゃんにグミを差し上げよう。ジャムおじさんだって。ココちゃん、グミ初、待って、私一つ食べたい。ココちゃん、美味しい？うん、ちょっと出してあげよう。一気に出したら全部食べちゃうからね、ココちゃん。バイキンマン、バイキンマンだって。めっちゃ、なんか噛みづらい。はい、これ何かわかんない、チョコビ、チョコビ、食べっ子水族館、へぇー、チョコビ、食べっ子動物園は知ってるけど、じゃがりこ、さつまりこ。面白い、さつまりこ。あ、あ、りんごだ、りんごのさっきの海、うん、あ、こうちゃん食べたい、バクバク食べてる。そんな美味しいかな、美味しいでしょう。うわぁ、これ何、あ、ゼリーだ、フルーツゼリー、フルーツゼリー、すごい、嬉しいね、ゼリーも大好きだもんね。だってこれ友達から一回もらったことある、これめっちゃ美味しかったから。嬉しい。あ、これはハイチュウ、おー、ハイチュウ、おー、呪術廻戦だ、ハイチュウプッチョと、ココちゃん取れない。で、前買ったやつ、前買った、あー、これね、美味しいんだよね。ペロペロチョコ。あ、赤ちゃんマン。赤ちゃんマンってさ、赤ちゃんガールじゃないの？うん、バイキンマン。これバイキンマン。アンパンマン。めちゃくちゃ入ってる。またグミを作ろうのやつ。よかったね。ポテト丸。これ。すごい、鬼滅もいっぱい買ってきてくれたんだ。めっちゃ嬉しい、フェッチーネグミめっちゃ好き。あー、フェットチーネグミ、フェッチーネ。フェッチーネ、フェッチーネって書いてあるよ。あと、こうちゃんのラムネと、こうちゃんの飴、やったー。あと、コーラパンチ、わー、コーラパンだい、嬉しい。何食べてるんですか？さつまいこ。待てない人たち。はい、あとは
と、かきまいちゃんが大好きなもち麦だね。まあ、あとかきピー、これパパの大好きなかきピー。あとはまいちゃんの大好きなどんびーと、焼きそばと、チキンラーメン。これがミニうどん。チキンラーメン。チキンラーメン。これちっちゃいやつだね、どんべ。で、ラオ。ラオ大きい。ラオ。食べ物だけでこんなにいっぱい。すごい。嬉しいね。きつねうどん。きつねうどん。一つ紹介するのを忘れてるのがありますよ、まいちゃん。何？ママが買ったやつ。やだーもう、じゃじゃーん。でもさ、すみっこ暮らしの掛け算のカード、うん、もう4年生だから日本だったら絶対みんな覚えてるんだけど、オーストラリアは6年生までに覚えるんだよね、うん、長い間時間をかけて覚えるんだよね毎日やりましょう。 iPad でやる4時間ましょう。そう、今はね iPad のアプリでやってるんだけど、はい、日本からの荷物はこんな感じです。よかったね。うん、ジジとバーバたちありがとう。バイバイ、また見てね。めっちゃ頑張って食べてる。ありがとう。